皆さんどうも、マキューです。今回はね、マップイベントを周回する上で、絶対に知っておきたいね、レアキャラについて紹介していこうかと思います。今回はね、マップってことで、まれにね、レアキャラが出現して、それが来ることでね、倒すと、一周のポイントがね、一気に跳ね上がるんだよね。だから絶対ね、できる限りはレアキャラがね、登場するステージで周回してほしくて、こっからはね、どういうステージで出るのかについて、まあ、現状わかってるね、ステージになるんだけど、紹介していこうかなと。で、自分がね、絶対に出るってね、言えて確認できてるのが、37ステージかな。このステージが絶対レアキャラ出るね。で、早速ね、ちょっと出るまでやっていこうかなと。じゃ、一旦出なかったバージョンでどれぐらいポイントがもらえるかね。もう知ってる人も多いと思うんだけど、一応ね、見せて、その後ね、レアキャラが出たバージョンでどれぐらい稼げるか見せていこうかなと。じゃ、まずは普通バージョン。あ、やっぱレアキャラ来なかったね。このね、37ステージ、レアキャラが来ないときは、まあ、当然一体ステージだね。だからそういうときは不動魔とかね、速射打ってあげて、まあ、倒すって感じだね。まあ、自分の編成の場合はね、レアキャラが来ちゃうとっていうかね、来た時2体即時入れてないから、ちょっとグダっちゃうんだけど、まあたまにしか来ないんで、そこはね、少しいいかなと思って、まあこういう編成でやってるかな。で、今、これね、レアキャラとか出なかった場合が一周17ポイントだね。じゃ次ね、ちょっとレアキャラ出るまで、ひたすらね、カットしますわ。はい、というね、今ちょうど、まあ5、6回ね、ちょっとリタマラしたらね、やっとレアキャラ来まして、これだね、もうサムネにもあるんだけど、覚醒ジュニアっていうキャラだね。まあ HP もそんなね、例えば、いきなり10万とかね、なるわけではないんで、普通に倒せる時かな。まあ、レアキャラが来てくれるとね、一瞬のポイントがね、もうサムネで見えてると思うんですけど、一気に跳ね上がって、22ポイントもらえるんだよね、もう先に言っちゃうと。だから、さっき17ポイントだったから、5ポイントも増えるってことで、まあちょっと効率ね、自分の編成だと落ちちゃうんだけど、まあそれが嫌だっていう人はね、速射キャラ2体入れればいいし、1周5ポイントも増えるっていうのはね、まあ悪くても10周、20周に1回は来ると思うんで、かなりでかいんだよね。で、現状確認できてる。だから37ステージはめちゃくちゃおすすめ。まあ、他にもさ、レアキャラ出るさ、ステージあったら、良ければね、コメント欄で教えてほしいかと。まあおそらくね、今までのマップの傾向からすると、めちゃくちゃたくさんね、いろんなステージでレアキャラ出ると思うんで、うん、だからね、いろいろ教えてほしいかと。で、さっき言ったように1周22ポイントだね。だからね、今回はね、このレアキャラも意識して周回してあげることによってね、できる限りね、早いペースで Y ポイントね、どんどん貯めていけるかなと思いますわ。はい、というね、今回は以上になります。参考になったよって人はね、良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。